取れるんですか。私のゴールドフィンガーで。でもラップ越しにチューしましょう。どこまでですか。もう勝ちましたね。簡単。待ってください。響きだったら何でもできる。おい、ほい、ナイス、やった。どうも、こんばんは、トミーです。今日はこれ、まあまだショールーム、寄させてもらってるんですけども、はい、はい、今日は、三世 R&D さんにお邪魔しまして、はい、2月の新台、まあこのシリーズで言えばもう第3弾になりました、ジューシーハニー3と、はい、いうことで、今日はこれをですね、もうまあ大体もうほとんど裸になってるんですけども、さらに丸裸にしていこうと。だんだんもともと裸になってる率上がってきてるよ。そうそうそう、俺らが裸にするはずだ。そうなんですね。トミー、今回はでもちょっと本当に我々、家庭の存続をかけたゲストを大体ね、本社の中の人がキャスティングしてるんです。そうですね、ちょっと悪意がね、ちょっと今日はね、すごいゲストをお呼びしてますよ。言っちゃいますよ、この中の誰か来てます。来ちゃったよ。はい、誰だろうな。皆さんはお好みあると思いますけど、もう正気が保てない。もうね、ちょっと皆さんにはお伝えできないですけど、匂いがね、そうすごい、もうね、もうこんな感じですもん。そうそう、もしゲストが鬼やったら食べられたい。そう、か、首をこうカーってやってもらえる、ね。ちょっと前振りが長くなりましたね。ではご紹介したいと思います。大月響さん、お願いします。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。お願いします。おかしい、おかしい、ほら。もうことめもおかしい。いやいや、もうほんまね。はい。やべえな。いや、やばいですね。もうなんか目がキラキラしてて、楽しみにしてました。今日。さようですか。はい。まあ、こんな下品な番組にようこそお越しよく来てくれましたもん、はい、よろしくお願いします、はい、まあ、そういうことで、はい、お二人でですね、今日はしっかりとこの機種をですね、丸裸にしながらやっていきたいなと思いますんで、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあそれじゃあトミーやりましょうか。じゃあ打っていきます。まずは、でも、推し面というかね、ああそうですね、はい、選んでいくっていうことで、まずトミーから選んでもらいましょうか、はい、じゃあこれですわ。誰にするんですか。もうそんなもん、もう決まってるじゃないですか。はい、あ、私やばい。そうです、やったー。お世話になってますんで、あ、絡みにくいわ。大月さんが絡みにくい、この後。ありがとうございます。じゃあ大月さんも選んでもらうんですけど、はい、じゃあ大月さんは、やっぱ知ってる人多いと思うんですけど、はい、その中でも食べちゃいたい人をちょっと選んで。食べちゃいたい人、はい、食べちゃいたい。まあでもみんなその同じ事務所の子もいっぱい出てるんですよ。なかなか選ぶ難しいね。そう、だからプライベートでは肌のとか仲良しなので、でもどうしよう。今日の気分で食べちゃいたい。食べちゃいたい子。個人的には篠田優さんもすごいお世話になってますんでね。そう、私ちょうど今それ思ってました。おゆうちゃんちょっと食べちゃいたいです。おーしゃーしゃーし、ゆうちゃんで。ありがとう。あー、すごい喋った。ちょっと待って、トミー、ここで、さっき打ってもて、はい、なんか当たってもて終わったみたいなパターン結構あるんで、はい、もう最初のうちに、そう、先にね、決めましょう、勝負の内容と、うん、あ、勝負、罰ゲームを、はい、そうですね、はい、まあ私が、まあ絶対勝ちますけど、はい、私が勝てば、響さんのやっぱりね、やっぱ一肌脱いでもらうっていうのがやっぱりいいんじゃないかなっていうね。どこまでですか。はい、おい、どこまでですか。あかんかんかん、もうヒットポイントない。やばい、はいはい。まあね、やっぱ水着ぐらいはなんとかお願いできないかなっていうところなんですけどね。あ、私がじゃあ勝ちますけどね。お、勝ったら、はいはい、まあ私がもしね負ければ、はい、もうそれはもうパンイチでもなんでもね、脱ぐんですか。なんでもやります。脱ぎ勝負ね。はい、脱衣パチンコしましょうよ。やっぱり脱衣パチンコ。別に大月さん、あなたの裸見たいかどうかちょっとよくわかんない。いや、僕、大月さんだけじゃなくて皆さん見たくない。、うん、確かに、もう40のおっさんの裸ね。だから全身全霊で私にね、皆さん
頑張れっていう感じでちょっと応援していただければなと思うんですけどね。そうですね、毎回言いますけどね、皆様の思いがそうです、私を強くさせるので、じゃあやりますか。で、勝負の内容は結局、出玉対決にしましょうか。出玉対決、はい、分かりました。まあ、制限時間内に、しっかり出せた方、出せた方出玉あかんな今日、あがやばいな、もう全部反応してまうえ、はい、普通に喋ってんのに、まあ、出玉ってあっみたいな出せたって言われたな、あってなる。わしゃい、はい、頑張ります。まあ、これ3作目っていうことで、はい、まあ、スペックは、まあ、今まで通り、通常確率が249分の1ですね。これは3作通してだいたい同じです。やいちょちょ、おお、いや、1回転目やで、胸圧で出ましたけど。出ました、なんかええのすごい、おい、これあり、え、もう普通に当たっちゃいました。嘘でしょ、まだ1分経ってないまだ、ええ、これすごいな、これありありでしょ、もう脱がされるんですいや、まだわかんない、まだわかんないですよね、まだわかんないです、まだわかんないですよね、そうだそうだ、あの、出玉勝負なんで、あ、そうですよ、ね、そうです、そうです、当たったから勝ちじゃない、1回の大当たりで何回玉出せ、はい、何個出せるか、玉、あ、なるほど、はい、玉、なるほど、あ、え、なに、やだ、ちょっと手加減してください、手加減してください、この人はあの、ちょっとそのこういう掛け事強いんで脱がすとか、そう、ちょっと負ける気しね、あなたのこと見てる余裕ないんで出だます、ちょっと覚えておいてください一応249分の1で57.8% がラッシュに突入すると、で、まあ残念ながら外れたとしてもですね、100回転の時短がつくんですよ、これ。じゃあ、まあ、あのラッシュに行こうと行こう前と100回転時短がつくっていうのはすごいありがたいかなっていうところですかね。で、もちろんこれ U タイムもありますん で、 で低確率で623回、時短込みで623回回すと946回の U タイムがつくってやつです、まあ、スペックとしてはね、バランスがいいですよね、すごく。そうですね、高確率が83分の1、はい、だから100回転で83分の1引くっていうような形ですね、ラッシュは。で、2作目から、ね、あ、そうなんですよ、あの、出演されてるんですもんね。嬉しかったです、はい、どうなんですか、やっぱり自分が出てるパチンコを打つっていうその感覚、あ、なんか不思議ですよね、画面から出てきて、なんかみんなと一緒に中で共演してる感じで、ああ、なるほどなるほど、嬉しいですね。これみんな一緒にあれ行ったんですか、沖縄だったり。前半の組と後半組がいまして、でも一緒に撮る時間もあったりとか。ああ、なるほどなるほど。でもやっぱりちょっとお前ムカつくなみたいなのおるんですか。いない先生、いないいないいない、てかもうすごいスケジュールがハードすぎて、はい、あ、休みの日もあったんですけど、はいはい、休みの日はあのみんなでネットフリックスを見てましたまあ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 いいとは、みんなに入れてないやつもおるんでしょ。え、入れてない撮影の子は撮影でみたいな、空いてる子は空いてる子でみたいなないですか、そんな仲悪くないですよえ、今回の3の時は、はい、もう沖縄、あ、これはグアムです、グアム、あ、めちゃくちゃ楽しかったですよ。なんか何して遊んでるんですか、みんな。あ、待ってください、キスチャレンジチャンス、え、なになに、距離12メートル、私当たり確定っぽい演出出ましたね。キスしましょう、キス、あ、キスできるんですか、はい、あ、あと5メートル、いや、いけるかな、ゆうちゃんと、ゆうちゃんのおっぱいは揉んだんですけどねあれ、ダメ、あ、ダメ、あ、ダメだった、もう私当たり確定しますからね、言うときます。あ、出た、あ、すごい、お、これね、USA、あの、最初見たときちょっと笑ったよねなんでなん、思って、あ、またまたキスチャレンジ
これ大月さんはこれ USA 踊ったんですか。あ、めぐみの方ですね。あ、めぐみの方か。はい、そのめぐみもちょっと見れたらいいですね。めぐみが後半組がめぐみでした。あ、なるほどなるほど。あ、別れたんですね。そうなんですよ、みんなで踊ってるのもあるんですけど。なるほど。5×2 なんでボタン2つ。もう一回。はい。で、右打ちは全部10ラウンド。10ラウンドあたり。はい。これ大きいですよね。オール10ラウンドっていうのはめっちゃでかい。レボリューション。当たったら言いますからね。もう勝ちましたね。そう。待ってください。大丈夫です、大丈夫ですよ。これなんかこういうなんかこれ元かなんか仕掛けてやってます。なんかやってますか。ないない。ないですよ。そういうのないから。ないですよ。はい。グアムは天気良かったんですか。グアム天気良かったですよ。オフの時間も満喫できました。いいな。何して遊んでたんですか。ネットフリックス見てみんなで部屋にめっちゃインドア。え、大月さんはどういう人がタイプなんですか。お、私の意見を否定しない人。なんか掴みどころのあるようなないような。なんかなぜかちょっとキュンってなるのが。なんかそうなりたいってふと思ってしまうね。あれなんやろな。うん、あとはポイ捨てしない人が好き。あ、絶対しないです僕。あ、本当ですか。1ポイントです。1ポイント。何ポイント稼いだらいいですか。10ポイントでなんかあります。いや、これを見てる人がどうやったら大月さんと付き合えるんだって考えた時、そうなんか例えば私が夢を言ってこうなりたいな、将来こうなりたいって言った時にこんなのできるわけないじゃんって言われちゃうと悲しいなみたいな。響きだったら何でもできる。絶対ガブリオル、ガブリオル今日も。本当ですか。あ、嬉しい。あれ全然響いてない。失敗。ポイントはもらえず。まだ1のまま。まだ1ポイント。はい、あ、ちなみにこの手が出るじゃないですか。これ、はいはいはい、これはご本人飛鳥きららさんの手らしいです。ほんまらしい。でも大月さんあんまり仲良くないですもんね。はい。でもそもそも一緒にお仕事をしたことない。ああ、なるほど。そうなんです。お会いしたいんですけどね、ちゃんと。私ごめんなさい、もう2回目の大当たり当たっちゃいました。え、いいですか、すいません。大月さん全然当たんないですよ、ね、大丈夫ですか。全然来ないんですけど。え、全然来ない。皆さん勝ちますよ。やばいやばいやばい、大丈夫っす、やばい、どうしよう、どうしよう、どうしよう。でもデビューのきっかけ、デビューのきっかけって何なんですか。デビューの時は、スカウトされたんですけど。どこで。その時はちょうど友達に会いに仙台にいたんですよ。はい。で、その友達の知り合いがうちの事務所の人 で、 で声かけてもらいました。 でも私も最初は怖かったので、なんか海外に売られてなんか手にされるんじゃないかとか、ね、まあ分からんでもないです ね、 ね、回されてとか思ってたんですけど。回されて。でもそういうのなかったです、本当にクリアな世界で。すいません、3回目の終わり。やだ、やめてください。大月さん早く当ててもらっていいですか。やめてください、ね、もうやめる、もうやめる。おい、やめるな、やめるな、やめるな。もうやめて。また本社の人怒ってくる。すぐ怒るから。やだ。やっぱ北海道言うたら僕やっぱイメージはもう北の国から。ああ、まあ。誰かね。はいはい。トミーあれできるもんな。あの田中国栄がね。おい。最弱か。ちょっとやめてくださいよ、国栄さん。俺よ、おめでとうだよ。俺大手掘ったんだよ。ちょっとうまいな。ちょっと似てる。ちょっとうまい。ヘベキよ、お前よ。俺と一緒に風呂入らない。お前ガチやねん。ガチやで。これ多分当たりますよ。もう赤保留。もうやだ。あ、ほんまや、大月さんや。かわいいな。大月さんが微笑んでる。あかん、まだいける、いけるいけるいける。ゆうちゃんがまだ微笑んでくれないですよ。篠田ゆうちゃん。あ、大月さんこれなんか、はい、
チャイナドレスみたいな感じ。あ、そうですね、なんか黒の。そう、ちなみに今日罰ゲームになった時、よっしゃ、え、罰ゲームになった時の水着はどんなんかな。2種類持ってきていて、もう準備してるよ一応持ってき、2個も用意しろって言われました前もってね、はい、言われてました。仕込みがバレる。一つはどんなんですか。大月さん、大月さんがチャイナでなんか踊ってた。チャイナでなんか踊ってた。うん、踊ってますか。あ、なんかヌンチャク。そうです、ヌンチャク練習しました。練習したね、うん、マジで練習しました。そのアジョー、これ、これ大月さん練習するような動きじゃないですよ練習いらんやつでしたよ。ええ、こうやってやってあげる。こうなってましたよ。え、嘘、あ、え、嘘、めっちゃ練習したんですけど、はい、決まったある言うてますよ。決まったある言うてます。決まったある、はい、中国人がみんなある言うと思ったら大間違いですよ。そうそうそう、大間違いほんま、ほんまに。確かにヌンチャクもちょっとひどかったから切られたんかい。カットされてるかも。まあまあ粗末な感じやった。え、うまくなかったですか。いや、いい、よかった、すごいよかった。絶対否定したらダメやからな否定したらダメやからそうすごい2番。よしよし、2番あと8やで。よしよしよし。実際お仕事で嫌やったこととかなんかないんですか。これはきつかったなとか、これは楽しかったなとかね。過労で倒れたことがあって。え、過労で、あと起きすぎて倒れちゃったことがあって。できないその時はちょっとさすがに死ぬと思いましたごめんなさい。僕ってちょっと今日ちょっと頑張ってるんですけど、はい、あんまよくわからないんですけどそういうのってやっぱり倒れちゃうんですか。いや、いつもだったら気持ちよく吹いて終わるんですけどけどその日ちょっとダイエットとかしてご飯も食べてなかったんで、ね、寝れてなかったんで倒れちゃいました。え、めっちゃやっぱ出るんですもんね。なんか吹いちゃうんですね、唇がプッシャーしちゃってまだこれトミーついていけるけど、俺ほんまにちょっと天の声ね、こう見えてあの下ネタ弱いんですよ。え、そうなんですか。めちゃくちゃ言っちゃってる。いや、ちゃうんですよ、弱いっていうかね、うん、乗り切れないです、わかんない。そう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 、そうなんですか。そうなんですよ、弱点なんです。意外ですね。女性同士もやっぱうわ、吹くんですか。あ、私もうすごいですよ。この女子犯人出てる愛花ちゃんいるじゃないですか。はい、愛花ちゃんの確か、私のゴールドフィンガーで吹かせれるんだ。加藤さんや僕でも知ってる。吹かせたんですよ。はー、その時なんか2人の気持ちはどうなんですかね。あ、愛花びっくりしてました。わーって言って、私もびっくりしましたけど、わー言ってわー言ってましたよ。いや、私そのね、あまり吹かれる方と、うん、あんまりそういうお出会わせしたことがなくてですあ、そうなんですか。もうこの動画使えんのかな お, おこれはちょっと赤いよ。ゆーちゃんお願い、お尻、お尻、お尻、お願い、ゆーちゃん。本当に大月さんと、はい、あの篠田ゆーさんには本当にお世話になってるんで。あ、ゆーちゃん伝えときます。はい、もう本当に嬉しい。何見たんですか。あ、言えないですけど何見たんだ。いや、僕ちょっとフェチがちょっときついんで。え、何フェチ。もう言ってへんかな。まあ、ピー入れるから。何フェチ。何ですか。フェチなんですやばい、でも結構これ来てません。おー、あー、すげえ。なんだなんだ、なになに、これめっちゃ熱いやん。これって誰ですか。見たことない。キララちゃんの。キララ、すごいやつじゃないですか。いや、これ一番熱いリーチです。これいいですよ。持ってきましたよ、大月さん。やばい。あ、え、いいかも。え、やっと勝てる。勝てるかな、勝てないかな。勝てるかどうかは分からないけど当たるだろうな、うん、パチンコの仕組みを理解してる。勝てるとは限らないよ、うん、でも、もう5回転目で、え、5、今5、確かね、表示で7000ぐらいいってるんだよ。いえ、うわぁ、あー、篠田さんのお尻。お尻ですよ。いる。わぁ、かわいい。え、超かわいい。やばい、超かわいい。じゃあもう今日帰ったら抱きついてください。ゆうちゃん、家にいるわけじゃない。あ、そうダメなんて。あ、胸熱。やっあ、来て、お願い。私ちょっと ST 終わりそうです。あ、
おめでとうございます。やった、ありがとうございます。ゆうちゃんありがとう。一旦私終わりまして、7365。はい、じゃあトミストップで一旦ストップします。ちょっと大月さんの方見ててよ。いや追いつけないです。はいはい、あ、はいはい、来た、はいはい、来た。お願いだからキスしてよ。かわいい、キスだ。これはどなたですか。これはアリナちゃんです。うわー、あー、キスした。え、なんかこれすごい嬉しいですね。わあ、すごい。普通に可愛い。可愛い。アリナちゃんとキスしたの。え、めっちゃ楽しいんですけど。いやー、よかったよかった。楽しんでもらえて。まあ、ただ7000発以上ね、出さないと、はい、私の勝ちですから。いや、全然まだ。はい。あ、うさぎ出てましたね。これが、はい、がめぐみのダンスで。あ、こっちや、こっち。みんなで練習したんですよ。まだ踊れますよ。それもね、踊ってもらわなあかんね。いや、ちょっと増えてくじゃないですか。あ、出た出た出た。あ、かわいい。黒が似合うね。似合う。うん。今回黒でしたね。あ、いい、あ、いい。あ、いい。この時めっちゃ楽しい。あ、いい。おかしい、おかしい、もう。シシ言うてるやん。こんなん聞いていいかわかんないですけど、はいはい、そのまあ、お仕事でやっぱりエッチされること多いじゃないですか。はい、プライベートではまた別物なんですか。はい、あ、全然違うと思いますよ。なんかよく男優さんのテクニックを超えられないから抱きにくいとかよくみんな言うじゃないですか。そんなことないんですよ。結構実際それはまあ仕事で割り切ってるからと思って。その時は男優さんとのことをいいなと思ったり、なんか仕事しやすいなとか、なんか好きになったりとかもその時はあるんですよ。みんな嫌いな人って思ったらやっぱ撮影できないじゃないですか。なるほど。でも付き合いたいとかじゃないですか。あ、じゃなくて、そうそう、いいなって思ったりとか。まさにその彼氏とするようなイメージみたいな、好きな人とみたいな。その時はね、役に入っていかないとね。そうです。けど実際にけど、あの、例えばやめろみたいな時はあれはほんまに嫌な感じでやるんですか。なんかね、やら、でもそういうプレス気なのでちょっと悩んで笑っちゃう。 やめろって言いながらでもじゃあお願いお願い。おいやいや、赤保留ですよ。これイヴァンちゃんありますよ。あ、あ、みなみちゃんのキス。あのね、今日ドキドキしてたの。こういう人なんですか。みなみちゃん本当可愛いですよ。あ、キスしちゃう。チュー、チューチュー。こっちの方が可愛い。あ、当たった。当た粘り強いな。フレンチキスですね。フレンチ。フレンチですね。プラトニック。やった。プラトニック。ちなみに初キスはおいくつですか。中二ですかね。中二。どこでですか。家の前です。もう家の前で渋滞してて、車がみんなに見られましたね。めちゃくちゃ恥ずかしかった。トミーはいつだったの。僕高1だったかな。あ、健全ですね。もう初キスして、まあ向こうが結構、はい、シチュエーションはどんなの。いや、それこそ僕の家です。家、僕の部屋で、はい、同級生。同級生で、はい、もう向こうはちょっと怖くまで、はいはい、まあ、僕は結果的に月曜日の男だったんですけど、もうその月から水木金土日全部7人ぐらいいはった。すごいっすね。私月曜日、そうそうなんですね。すまあまあ怖くまで、まあもうその経験も豊富 で私も初めて、もう高1の春でしたよ。した時はもうパンツびしゃびしゃでしたよ。やだやだやだいや、そういうもんなんすよ。気持ち悪い。いや、皆さんそうでしょうよ。覚え、わかるでしょ。面白い。やだ。これは面白い。え、でも女性ってやっぱ初キスの時なんかそうなったりしないでしょ。
ドキドキしましたよ、もう。いや、そういう。でも、びしょびしょにはなんない。いや、僕がすごい、なんか、めっちゃ出るんですよ。めっちゃびしょびしょなりそうですよね。もう、すぐね、下着がドロドロなんですよ。やだやだやだいやもうレボリューションなんですよ、僕すぐに。何がレボリューションやな。あ、あるんですね。僕そういうのも好きです。はい、エキストラみたいな感じなんですけど、でもすごく重要な。ぶっかけ系とかですね。はい、重要な役なんですよ。あ、負け、おる。負け？トミー負けやで。え？やったー。うわー。あー、ハタのありがとう。最悪やわ。ハタの潜入系、あ、潜入系いいっすね。ですよ。いいっすね。お前、負けたって続いてんのか。ほら、あ、まあ、いい、ボンテージ、よいしょ、すごい、あ、いいな、すごい、すごい、あ、いい、すごい、まあまあ、でも、変な蹴り方してましたよ。いや、避けてたから、避けてたんです、レーザーを避けて。うわーい、やったー、ハタのありがとう、アメノもありがとう、イエーイ、イエーイ、え、めっちゃ楽しい。これで大月さんの勝利ですかね。そうです。それじゃあ1回戦終了でトミー負けでーす。イエーイじゃない、イエーイじゃない。そんな格好になって誰も見たくないし。で、トミーどうでしたか。響き、よかったね。何がええの、負けとけ。気持ち悪い。見たないわ。逆見たかってん、こっちは。すいません、使えんわ。いや、本当にね、もう一回チャンスください。チャンス、次は絶対勝つんで、なんとか。いや、負けたんですよね。いや、負けました、はい。負け犬じゃないですか。負け犬です。チャンス欲しいの。欲しい、トミー。欲しい。チャンスどうしても欲しい。欲しい。何でもいいこと聞く。聞く。私のペットちゃん。ペットちゃん、じゃあそうだな、これつけてもらおうかな。これつけてお散歩しておいで。ほら、ワンちゃんは立たないよ。ほら、そう。そうだよ。え、それつけて、はい、ちょうだい。はい、ちょうだい。はい、ワンちゃん、お散歩よ。ほら、こっちおいで。ワンワン、お手。ほら、しっかり歩きなさい。こっちこっちこっち、遅いわよ。ルル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 。俺よ、とうとうよ、犬になっちまったんだ。響きのよ、犬になっちまったんだ。犬はまずけちゃダメでしょ。ご褒美やねえか。もうええわお前、もうご褒美や、ね、あ、大津さんどうですか、もう一回こういう人だったんですね。あ、そうなんです。今日初めましてなんですけど。なんかね、ご褒美ですよ、こんなもん。はい、なんか面白い話いっぱい聞きました。はい、いいですか、もう一回。じゃあ僕だけいいですか。まあいいでしょう。じゃあ、ありがとうございます。すいません、あ、本当にもう一回だけ、次絶対勝ちますんで。紫のパンツが出てるんです。僕は見んねえぞ。紫のパンツ。じゃあもう一回戦いきましょう。頑張って。はい、お願いします。やります。トミ第2回戦開始です。リベンジいきましょう。はい、ファンの皆様にやっぱちょっとええとこで見て